トムショピです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。池袋に来ております。なんで僕が今日、こんな夜に池袋にいるのかっていうと、明日兵庫にちょっと行ってきます。はい、兵庫神戸、兵庫神戸に着いた瞬間からまた大阪に行くんですけど、はい、とりあえず今日はそんな感じで、また行きの場合は夜行バスを使って僕は行くっていう風に決めてるので、今からですね夜行バスに乗りたいと思います。はい、はい、バスターミナルです。吉川翔一と申します。三宮ですね。三宮です。三宮です。はい、掛川サービスエリアに来ました。でなんで僕が夜行バスを使っているのかっていうと、僕が起業してもう全くお金ない時になけなしの8000円を使って夜行バスに飛び乗って大阪に行ったんですよ。もうビジネスを学びに、物販を学びに行ったんですけども、なんかあの時のこう絶対にやってやるぞとか成功するのかなっていう不安だったりとか、その時の感情を忘れないためですね。でそれのために僕は夜行バスに乗ってるっていう感じです。琵琶湖大津サービスエリアに来ました。見てください、この綺麗なこの朝の感じ、いいですね。堀野さんにお忘れございません。お手回りの確認をお願いいたします。ありがとうございます。雲一つない素晴らしい快晴の京都に来ました。はい、10度寒。これが朝5時半の京都駅でございます。ほとんど人がいない。京都も結構久しぶりですね。去年の夏ぶりぐらいですね。あ、やっぱ京都といえばここですよね。ここですよ。いや、おはよう、はてちゃん。今日寒い。すごい。いや、やっぱいい絵だな。ちょっとインスタ映えでやっておきますか。京都来たよ。にしても10度でこの服は鬼ですね。この後すぐ大阪行かないといけないんで、はい、またちょっと夕方帰ってくるので、そこからまた京都探検しようかなと思ってます。はい、ということでいい時間になりましたので、今から仕事に行ってきます。おはようございます。今日もなんかすごい晴れましたね。はい、なんか昨日と同じとこ歩いてますけども、すごく晴れてます。今日も昨日ちょっとその京都から大阪に行って、大阪で仕事をしてまた京都に帰ってきたんですけども、この仕事やったりとかこう疲れを取ってたりしたら、気づいたら朝になってました。なのでちょっとこう時間のなんか流れがちょっと意味不明になっちゃったと思うんですけども、ちょっと一旦仕切り直しで今から本題に入っていきたいと思います。よし、今日は京都を堪能するぞ。僕は普段ミニマリストやってるので、とにかくこう心がスッキリするようなそんなところですね。物でごちゃごちゃしていない、人でごちゃごちゃしていない、そんな空間を京都でも探していきたいと思います。はい、ということで今日も一日よろしくお願いいたします。時刻は朝の6時5分です。6時5分で、気温が、今大体13度ぐらいですね。ちょっと肌寒いです。今僕の装備はこんな感じの装備です。京都行きドンからのあそこにタワードン。地図見ちゃったら面白くないですもんね。ここは自由に歩きながら、スキル空間を探してみたいと思います。というかこの朝の駅前って早速すっきりしてますよね。一応今日は金曜日で平日なんです。なのにこの人の少なさ。いやー、平和だ。お、平和じゃなかった。なんか所々こういう可愛いオブジェがあるのいいっすよね。ただ京都はやっぱり広いので、もしかしたらあのバスだったりタクシーっていうチートアイテムを使うかもしれませんけど、基本的には歩きで行きます。今日本当にもう雲一つないんですけど、これはもう確実に京都という街に歓迎されてますね、僕は。はい、ありがとうございます。こういうところはすごくスッキリ空間だと思います。そしてここも空いている。よし、入りましょう。わーお、めっちゃ広い。こんな広かったっけ、ここ。
ここで履物を脱ぐんですね。いや本当に静かで気持ちいいですね。さあちょっと一緒に散歩しましょう。静かだな、静かだな。俺が喋っちゃってるけど、もう太陽がすごい気持ちいいんですよ。この動画を見てるあなたはぜひ京都は朝行ってみてください。すごい気持ちいい、本当に気持ちいい。僕あの全然京都とかそういうの全然関係ないんですけど、やっぱこう毎朝こういう気持ちいいところに来れるっていう、いいな京都。それでは今からちょっとした裏路地に入ってみましょう。車1台通ってません。あ、そういえばあの京都には有名な川が流れていたと思うんですけど、ちょっとそこに行ってみましょう。どう？お、あ、なんか川が見えてきました。川の流れが穏やかだな。え、よし行くぞ。まあ、鉄ですけどグワングワン言ってる。まあ、正直ここら辺はあのすっきりとは言えないですけどね。はい、すごいすごい。あ、なんかちょっとこれちょっとどうでしょう、これどうやって撮ろうかなこれ絵になるな。どうです、京都に来たって感じしますでしょ。お、来ました。確かここは鴨川だったと思います。あ、いいですね。このミニクーパーがいい感じで映えますね。おはようございます。てか今これ撮影してるの春でよかった。ちょっと肌寒いぐらいが一番行動しやすいかもしれないですね。橋のところに来ました。で橋の横の、この部分に川へ降りるところがあります。はい、降りてみましょう。なんかすごいゴツゴツして結構歩きにくいんですね。でもやっぱこの開放感たまらんすよ。いやー気持ちいいですね。なんかその僕が身軽なライフスタイルの追求&シェアを本格的にこのチャンネルでやっていこうと決めてから、まあ大体6ヶ月ぐらいが経とうとしているんですけども、いやこうやって本当にこうなんかこうすっきりとしたところを歩いて、まあちょっと僕だけなんかすっきりとした気持ちにさせちゃって申し訳ないかなというところではあるんですけども、まあでもやっぱちょっとずつちょっとずつあの近づいてるぞっていう感じはしてしますね。これからもちょっとずつ活動範囲が広がっていくと思うとワクワクします。あ、そしてあのここが夏になると有名なこうあのね、なんかあれですよあれここは夏に向けて準備中ですね。ここも新しく作ってます。 OK、 じゃあ上がりましょう。ここはどこじゃ、あ、祇園だ。祇園に来ましたね。と今7時14分なんですけど、うん、まだ全然空いてる気配ないですね。その観光客の姿もまだほとんど見ないので、まあ言うて7時ですからね今。そう、僕が歩いてるのがちょっとおかしいっていうか、ちなみに僕は朝ごはん今日は食べてません。基本的に僕は朝食べないですよね。そう、お、お、お、わ、すごいすごいすごい、うわ、ここすごい。ちょっと入ってみましょう。ちょっと僕の顔写してもしょうがないと思うんで、今から道路の写します。あ、こんな感じです。僕両手広げたらもう、両手広げたらもうぶつかっちゃいますよこれ。うわ、特選サーロインのすき焼き3200円、千尋って書いてありますけど、こういうとこ絶対高級。はい、出ました。あ、普通に、うん、普通にここら辺は高級スナックって感じですね。ここは、はい、続いて来たのはこちらです。バスでちょっと、はい、八坂神社に来ました。今7時27分なので、まあ、もうちょっと時間あるので行きましょう。いやー、それにしてもやっぱり朝だから人は少ないですね。縁結びの神なんとか様と白うさぎ、わーすごいな。で、まあ、まだまだここで終わらずにまだずっと続いてるんですけど、ちょっとあっちに行く時間はなさそうなので戻りましょう。平和だな。うん、ここもやっぱなかなかのスッキリ空間でした。うん、うわ、この絵いいな。今朝の7時58分なんですけども、はい、結構いい運動してます。
今からですね清水の舞台へ向かおうと思います。もうバスが来てますよ。そしてあそこにはもう中学生の団体がもう来てます。さあ中学生と一緒に行きましょう。あ近づいてきました。着いたちょっと待って、暑い。いい眺めだ。めちゃくちゃいい眺めなんですけど、ちょっとレンズ越しじゃ伝わらないですね。清水の舞台工事中ですよ。あ、じゃあわざわざ入らなくていいや。はい、という感じで川にも行ったし清水寺も来たし、結構がっつり歩いたんで駅に戻って、じゃあ美味しいもの食べていきましょう。いや今ちょっとこういう坂から降りてきてるんですけど、足めっちゃ痛い。多分靴ずれだなこれ。すいませんチートしました。朝の8時52分、なんかいいお店ないかな。そうちょっと僕仕事の関係でその京都11時頃に出ないといけないんで、なのであとは帰りの新幹線の時間まで、ちょっと京都周辺京都駅周辺でゆっくりしていきたいと思います。よしここで決まりだ。これ全部おかわり自由はいかついな。900円になります。ありがとうございました。なんかお土産買っていきましょう。ありがとうございました。ただいま帰ってきました。いやもう京都は普通に楽しくてすっきりとした空間を探すっていう、まあ、目的でちょっといろいろ歩き回っていたんですけど、それも良かったんですけど、まあ、それ以上にこう何千年も続く神社仏閣とその現代の街並みが融合しているなんか独特な雰囲気であったり、そのなんか街全体がこう浮かれてるようなそういう感じは一切なくて落ち着いてるような感じがして、居心地最高でした。まあ、そんな感じでこうすっきりした空間を探しながらちょっとお散歩もしちゃいながらみたいな、そんな感じで今回やってきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、あんま参考にならなかったかなというふうには思うんですけども、まあ、ちょっとでもこう観光気分旅行気分を一緒に味わいましたって思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、こんな感じでちょっとずつ行動範囲もじわじわと広がっていくと思いますので、はい、今後も楽しみにしておいてください。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。